名前へ。ありがとうございます。おめでとう、おめでとうございます。広島開幕おめでとうございます。ありがとうございます。いよいよこの時がやってきまして、巡回転、人生初の巡回転をしてます。次の地が待ち遠しい。でもちょっと空いてね、ライブして個展もやってっていうパターンがこう続いてたんです。ライブを先にやってまた来てるっていうのがなんか二度おいしい感じで、なんか二回切れて来れてる感じがして、とても嬉しく思ってます。皆さんもう今日見たの？まだ、まだ今からです。これから楽しみ。初日以降始まりの日にこんなにたくさんの人が来てくれて嬉しいです。なんかちっちゃいカメラで撮ってるのそれ。カメラで撮ってって言ったら一緒にこうやって聞いてかわいいな。フローサイビー知ってるかな？それを展示して、さらにこのスケッチブックの中にあるんです。で、これが現物を飾ったらどうかっていうアイデアをもらって、ああなってるんです。そう、だから中身はあるけど、だから表紙と裏側はレプリカないから、あそこに飾ってある。よかった、ありがとうございます。これはね、僕の身長と同じ。これ違うの？足から耳先までてっぺんが僕の身長。あと同じ。ありがとう。今願ってる、今。また抱っこされて。ちんごくん大好きです。ありがとう。ちんごくんが海底の中で、私は特に脳の絵と入道具持つひまわりと麦わら帽子の絵がめっちゃ大好きです。ちんごくんはどの絵が一番大好きですか？僕もね、脳は好きだね。あれ、イエスがあるんだよ。一個だけあると思う。イエスが。なんかね、ノーノーノーっていう気分で書いて、ノーだって書き終わったんだけど、さすがにちょっとノー言い過ぎだと思って、イエスを足してるの。だ一個だけイエスがあると思うから探してみてね。はい、ありがとうございます。ありがとう。
ガラスの部分があって、そこから向こうの絵も見れたり、逆にこう一緒に見に来てる他の人たちとちょっと目が合ったりするのがなんか面白くなりますね。なんか自分がいろんなこう展覧会行ったりしてて、あんな場所はあんまり経験ないから、あの暗い闇の中でこうさまようようにこう絵を見て何かを感じていたら、同じようにさまよってる人と目が合って、ちょっとこうおっおみたいな瞬間のこの心の動きを作りたくてそうしました。ありがとう。はい、あの台湾の仲間です。台湾行きたいね。台湾あの闇エリアに入ったら、あの縦型の黒い写真も出たんじゃないですか。あの闇エリアに入ったら縦型の入ってすぐの、そうそうそう、なぜ一番目に置いたのが他の絵じゃなくてその絵ですか。1枚目のね、あれがね、黒うさぎの始まりの絵だと思うんだよ。初めて描いた黒うさぎがあれなの。だから目がまだ赤くないんじゃないかな。だからね、ちょっと自分の中でも思い入れが強くて、やっぱり時を、時間を重ねるとこう、それこそなんか自分の中でこんなに皆さん疲れたことあるっていうぐらい、きっとどういう状態だったのかで家にいないはずの黒うさぎが見えちゃったんだよね。なのにこんなオブジェになって、さらにはぬいぐるみになって、みんな持ってくれたりして、みんなに愛される存在になるなんて信じられないでしょう。そうやってこう変化していくものなんだけど、それがまだ何も人の手にも僕の思いもそんなにこもってなく、本当突発的に描いた1枚目だから、香取慎吾にとっては重要な大切な1枚だから、それを闇の始まりに皆さんにまず見てもらおうね。あそこにもありがとうございます。ありがとう。ぜひ来てください。台湾行きたいよね。台湾行くよ。美味しいものを食べに。また会おうね、台湾で。日本にも遊びに来て。よし、絵を描こう。あ、の前に。いや、先にちょっと描きますね。そうだ、これの、あ、ここにあるじゃん、ほら、ツリー。去年の。これ一番最初だよね。東京でフーガムが始まった時に、このクリスマスツリーから始まってるんだよ、この絵。皆さんもね、絵描いてみてくださいね、はい、あんまり描かないし、苦手とかいう人も苦手なんてないから、まず苦手恥ずかしかったら一人でもちょっと描いてみてください、結構楽しいよ、下手、自分下手とかすごい笑えると思う。絵の具使うの好き。絵の具楽しいですよね。あ、昨日取材をたくさん受けてて気づいたことがあったんだけど、広島の絵として広島サンセットっていうあそこの絵を描いたり、最近もお仕事の依頼だったりで絵を描いてるんだけど、あそこの大きい絵ブンブンブンっていう個展の時に描いたやつ、あれほとんど指で描いてるの、手でね。最近手で描いてないんだよ。そうなんだ。ほぼ描いてない手でに昨日お話ししてて気づいたの。広島サンセットっていうその絵とかは全部筆。
でも気づかぬうちのその変化が面白いなと思って、人は変わるもんなんだね。変わるんですね。気づかぬうちに変化していくんだなと思って、でもそれに気づいたからこそ改めてちょっと手で描いてみたいなとも思いながら、あ、でっかいツリーなんとなく見える。じゃあ何か描きますか。キノコおにぎり。おにぎり？うん、キノコのおにぎり。おにぎり？うん。キノコのおにぎり。あれ食べてたでしょう。YouTube ので。かわいい。かわいい。次は。アナゴ。カキフライっていう間にカップのマーク。合ってる、こういう感じ。書く、何書く？尾道ラーメン。尾道ラーメン書いてください。尾道ラーメン、あー、あれね。尾道ラーメン、ここ広島って書いてあるよ。ほら、広島、まあ、これね。ありがとうございます。もう一個ぐらい書きたい。しゃもじ。しゃもじ書いたじゃん。カープの子。鹿広島の鹿。皆さんが知らない部分をもっともっと多くの人に知ってもらえたらなと思います。今日はありがとうございます。ありがとう。